永瀬王座、あの件について答える。に対するネットの反応。対局前日のインタビュー、観戦記者層の希望は藤井竜王名人を意識したものですか？王座層という希望についてご想像にお任せします。ご想像にお任せします。さすがにキモい。ラブコールなのか？フォンターをこじらせる永瀬。要は偶然じゃないってことだな。やっぱ怖いわ永瀬。ご想像にお任せしたい。つまりイエス。敵の強い、理にかなわないサトシ。彼らしいなう。こじらせすぎやけど、永瀬はこじらせてるから強いんだよな。ひどい万歳戦術だなう。記者永瀬さんがそうと希望されましたが、藤井草、藤井糸がわからないう。こんなの聞かれても困るだろうな。藤井も思わず苦笑い。サトシを笑って済ませるというだいぶ鈍感なメンタルな藤井。一方藤井はハブの羽を変えていた。手羽先じゃねえかう。永瀬との距離感考えた方がええな。ちょっと怖いわ。この二人、タイトル戦が終わった結婚します。なんてことはないよね。永瀬がサトシは私にとって書きやすい字とか言ってたが、なぜその字が書きやすいんだよ。毎晩1000回書いて寝ていますから。次の希望でトシジで書いたらさすがに笑う。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。